どうぞ、空いてるわよ。花組のクリスマス公演、奇跡の鐘のことは知っているわよね。実は花組のみんなからお願いがあったの。大神くんに今度の舞台の主役を選んでほしいと。主役候補は今のところ4人いるの。さくら、アイリス、コーラン、レニ、以上の4人よ。やってくれるわね、大神くん。それでいいのよ。大神くんに素直な気持ちで主役を選んでもらいたいってみんなも言ってたわ。花組のみんなはあなたを深く信頼しているわ。どんな形でもいい。その信頼に大神くんなりに応えてあげてほしいの。返事は明日聞かせてもらうわ。今日一日誰を選ぶかゆっくり考えてね。大神くん頑張って。私も期待してるわ。大神さん、ありがとうございます。それじゃあ早速ですけど、伝票整理をお願いしますね。大神さん、お疲れ様でした。おかげで助かりました。大神さん、大神さん、今からお時間ありますか？じゃあお食事に行きましょう。レンガ亭っていう美味しいお店があるんです。手伝っていただいたお礼です。それに大神さんの悩み事も気になりますし。私着替えてきますから、少しお待ちになってください。そうだったんですか。主役を選ぶのは確かに責任重大ですね。いえ、いいんですよ。いつも大神さんには手伝っていただいてますし、たまには私も大神さんのお力になりたいんです。ところで大神さんが一番気になっていることは何なんですか？そうだと思いました。大神さんは優しいですからね。私は大神さんが一番好きな方を選べばいいと思います。大神さんの思いはきっと伝わると思います。それが舞台を熱くします。誰を主役に選んでも揉めるときは揉めると思います。だから大神さんなんじゃない。みんな大神さんを信頼しているんです。いえ、そんな。お力になれてよかったです。それじゃあ大神さん、ここから先は私に付き合ってくださいね。レンガ亭の美味しいお料理をゆっくり楽しみましょう。
おはよう、大神くん。それじゃあ、返事を聞かせてくれる？選択ですもの、きっと素晴らしい舞台になりますよ。ま、今回は主役は譲って差し上げますわ。みんなで協力するわ。楽しいクリスマスの舞台を作りましょうね。頑張れよ。熱い舞台にしようぜ。うかうかしてると私が主役取っちゃいますからね。大丈夫、舞台の神様がついてるよ。主役は一人だけじゃないわ。一つにまとまった花組こそが本当の主役なのよ。Thank you.
ではクリスマス公演奇跡の鐘の大成功を祝して乾杯。大神さん本当にお疲れ様。今年を締めくくるにふさわしい本当に素晴らしい舞台でしたわ。それに今日はレニの誕生日やったんやって。ことは続くもんやな。ありがとう。こんなお祝いをしてもらったのは初めてだ。そしてもう一つ、きよし、この夜クリスマスをお祝いして。メリークリスマス。いやー楽しい舞台だった。大成功だ。さあ打ち上げだ。よかったら、私たちもお仲間に入れてもらおうかしら。帝都の人々を守るのが帝国歌劇団の仕事ならば、帝都の人々に夢を与えるのが花組のもう一つの姿、帝国歌劇団の仕事だ。みんな、今日は本当によくやってくれた。どうせ舞台が跳ねた後は興奮してるからな。体は疲れてても眠れねえもんだ。よっしゃ、みんな今夜は朝まで大騒ぎしようぜ。おう、今日の舞台、お客さんに喜んでもらえたみたいで、うちほんまに嬉しいわ。これも大神はんがくれた勇気のおかげや。おおきに大神はん。おお、二人ともこんなところにいたのか。クリスマスのデートか。若いってないよな。まあ、今日は特別な日だ。この代わり、12時までにはちゃんと戻ってこいよ。大神はん、その、よかったら外に出てみひん？舞台が終わったら、大神はんといろいろ話したいと思っとったんやけど。
気に大神はん。ほんなら行きましょ。わあ、大神はん、雪やで。ほんま、綺麗やわ。クリスマスの日に大神はんと二人きりでいられるなんて、うちにはなんかもったいなさすぎるわ。デート言うてもうちじゃやっぱり役不足やないかな。うちは他の花組のみんなみたいに華やかやないし。大神はん、大神はん、そうやな、うちはうちや、背伸びしてもしゃあない。ここにこうして大神はんと一緒にいられることをうちはうちなりに喜んだらええんやな。あ、おおきに大神はん。ほんならそろそろ行こ。12時まで雪のデートでもブラブラ散歩しようか。大神はん、見てみー、教会や。面白そうやな。大神はん、入ってみーひん。大神はんとこうして二人でクリスマスの鐘の音を教会で聞けるやなんて、今夜はうちにとって最高のクリスマスになったわ。そうや大神はん、うち大事なことを忘れてた。こんなこともあろうかとクリスマスをお祝いするもんを発明しとったんや。16回の連射が可能な特製クラッカー、その名も爆竹くんや。ほんなら行くで、せーの。なんで爆発したんやろ。それほんまに褒めてんの。ま、えっか。大神はん、改めてメリークリスマスや。姉さん、あれからもう2年になるのですね。いつもすれ違いの私たち。でも今は、次回桜大戦2、巷に雪の降るごとく、大正桜にロマンの嵐、過去と未来が出会う。